はい、よろしくお願いします。ネツンでございます。というわけで皆さん、今日は題名にもある通りフォアハンドのスライス、はい、ちょっと細かいところ何点かですね、要点を絞って、まあ、初めて、打つ方、それから、ちょっとですね、やっぱりこう試合用にこう滑る感じでコントロールしたい方とか、アプローチで使いたいとか、そういう方、それからもう一回こう今ちょっと感覚でピンってやってるから、感覚ではなくてこう打ち方のところをしっかりと分解して覚えたいという方に対して、ちょっとね、分解して説明していこうと思いますので、よろしくお願いします。まず、テイクバックのところですけれども、少し高めに引くところ、まあ、これは皆さん理解できていると思うんですけれども、この高めに引いた時のラケットの角度、まずすごく大事になります。はい、寝かせるんではなくて、少し立てておく、これものすごくね、大事です。ラケット目を少し立てて、手首も軽く背屈を作っておいてください。少し後ろに倒す感じですね。はい、後ろに倒す感じで上向きを作る、これがものすごく、大事になります。ラケットを寝かせてしまうと、腕と、ラケットで作る角度ですね、ここがこう伸びてしまう。はい、ここが伸びると力入らないので、腕とラケットで作る角度をこうキュッと締めといてあげてください。で、横から見た時に、背屈っていうのはここに角度がつくことですね。こう後ろに倒れることです。はい、ここで後ろに倒すとラケット面をね、感じることができます。はい、手の感じでこうガツンとこうラケット面をね、感じることができるので、しっかり熱く当てることができます。はい、じゃあ良くないのはどういう状態かというと、ここが伸びてる。はい、ここが伸びて、ここもまっすぐっていう感じですね。これが一番こう打点が後ろになって、こう力が入りにくい、状態になりますので、まずテイクバックのところ、少し高めにテイクバック、プラスして、ラケットは後ろに倒すような形です。ラケットが立って後ろに倒れるような形、プラス、手首のところに背屈、後ろに倒れる形をしっかり作っておいてください。はい、ここまでできると、あとはボールにぶつけていくだけですので、かなり、スライスで簡単にかかるようになってきます。はい、続いてインパクトですね。当たる瞬間のところですけれども、ここが結構ミソになってきて、バックハンドのスライスだとやっぱりこう肩のね、開きを完全に止めてなんですけど、フォアハンドのスライスは若干体回ります。はい、ほんの少しやっぱり体を回して右肩を前に出していかないと、詰まりすぎる感覚になるんですね。バックハンドスライスの場合はラケットを持ってるこの視点がですね、こう肩が前にあります。前に出てますから、そのままストンと腕を振ると、当然ラケットきれいに出てくるんですけれども、フォアハンドスライスの場合は左肩が前にあります。はい、この右肩を出してこないといけないんですけど、あまりにも前に出してくると今度体が開いてしまって力が抜ける、インパクトで抜ける形になりますので、まあほんの少し出してくるぐらいですね。はい、今回のちょっと、私の例を見ていただいて、まあ、ほんの少しこう回転をさせてくるんだけれども、やっぱり開くところまではいかず、しっかり、左手で体の回転を抑えて、振り出していくという形のところですね。ここのところが理解できるといいと思います。ですから、インパクトのところは、両肩のラインが少し回ってくる、でも体は開かずに左手でしっかりと、体の回転を止めて、打つというところです。はい、このインパクトの取り方はものすごく大事ですので、注意してみてください。はい、それから3つ目のところになりますけど、フォロースルーのところですね。ここがやっぱり、バックハンドスライスとフォアハンドスライス、一番難しいのはこのフォロースルーのところだと思います。バックハンドスライスだと、左手を後ろに開いて、こう体が、回らないようにっていうね、左手を後ろに持っていけば、まあまあ、皆さん体が開かない形作れるんですけれども、フォアハンドスライスに関しては、やっぱり先ほども言った、こう体が回ってくる力もちょっとは使わないといけないので、ここのバランスがね、すごく難しいです。はい、ただ、キーワードは一つ、窮屈に感じる。はい、これをから、頭の中に置いておくと、しっかりフォロースルーを前に出しても、方向がずれずに綺麗にね、飛ばせるようになると思います。はい、最後インパクトからフォロースルーに出していくときに、当然こうスライスなので、しっかり、ボールの後ろからプッシュして、厚く当ててプッシュして、こう運んでいくような感じが必要なんですけれども、その時に、左手でうまく体の開きを抑えて、右手だけをこう前に出していく、感覚ですね。途中からものすごく身体にこう窮屈な感じが、出てきます。はい、なんやねんこれ、もうこれ以上右手前行かへんぞっていう状態から、あ、まだ窮屈だけど、まだ行くっていう感じで前に出していくことによって、ラケット面にうまくボールが乗っかる感覚が出てきて、狙っている方向でしっかり、運べるようなスライスになってきます。はい、この窮屈な感じのフォロースルーっていうところをしっかり気をつけるといいと思います。
はい、整理するとまずテイクバックのところですね、ちょっと高めにセットするっていうところ、はい、でそれから、ラケットは後ろに倒して背屈を作るっていうところです。はい、この背屈を作ることによってインパクトで当たりがね本当に熱くなります。背屈が作れない人は結構薄めのシュッっていうのも本当にこうカットするだけっていうスライスになります。はい、これ例えば守りのスライスとかで、まあ、最近こうかっこよくねこうスライディングしながらシュッてこうカットして守るようなスライスありますけど、この場合は当然、背屈しなくてもいいです。はい、もう真上からヒュッてこう引っ掛けるだけなので背屈意識しなくてもいいんですけれども、しっかり自分が止まった状態で、まあ、特にアプローチとかね、あとはスライスでこうストレートに流すとか、そういうショットを打ちたい時はもう絶対この背屈っていうところを意識するとガツンとボールとラケットがこう熱く当たってくれます。しっかり当たってくれる。はい、そのしっかり当てるインパクトで体はちょっと回転させるってことですね。ここも、まあ、言葉で言うとちょっとっていうしかないんですけど、右肩と左肩が当然こう入れ替わるように回っていくんですけれども、ネットと平行までも当然いかないです。ここまで行ってしまうともう完全に行き過ぎですので、ネットと平行まで行くまでにこうしっかり止めてあげてください。はい、でそこまでで止めてあげて、左手もしっかり止めてあげて打点の壁を感じるというところですね。はい、そこのところはしっかりとイメージできるといいと思います。まあ、大体フォアボレーと同じ打点だと思ってもらえればねいいと思います。はい、フォアボレーと同じ打点で取っていく。で、プラスしてフォロースルーをしっかり出していくんですけれども、フォアハンドボレーだとそんなに長く乗せなくてもこうボールが離れていくので、あんまりこう窮屈な感じっていうのを感じすぎなくてもいいんですけど、このフォアハンドスライスに関してはとにかくインパクトからどん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 ラケットをこう前に出していくんですけど、その過程でやっぱり体の回転っていうのを最小限に抑える。それから左肩っていうのが開くのをとにかく抑える。左肩が開いていくと自分が思ってるよりもどん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 フォロースルーの方向が左方向に出てきます。体の回転にこう連れられてフォロースルーが出ていくので、こっち打ちたいのになんかこう出ていって、なんか変に思ったよりもサイドスピンがかかってとか、当たりがこうシュッと切れるように薄くなってしまって浮いてしまうとかっていうことになりがちですので、そうならないように左肩をしっかり止めて前にグッとこう流していくことによって深いところに運べるスライス、はい、そのスライスが生まれてきます。本当にね最後でこう窮屈な感じですね。なんやねんって言いながらこうフォロースルーを出していくとシュッとこう糸を引くようなフォアハンドスライスが打てます。はい、まあ、僕自身もこう感覚で最初はフォアハンドスライス打ってて、まあ、僕自身の他のショットの中ではあまり練習しなくてもうまくできた方だったんですけれども、やっぱり安定させるためにはこのフォロースルーの感覚ですね、ここを覚えてものすごく良くなりましたし、アプローチできっちりあそここことか深さあれとかね、狙えるようになったのもこの窮屈感、はい、ここのところがこう自分の中で、マスターできてというか感じ取れるようになってから、スライスねコントロールも回転も安定してきましたので、ぜひ今日、ご紹介したようなところを気をつけてコートで頑張ってみてください。Street.